おはようございます。おはようございます。おはようございます。今何してるんですかこれ。今ね、あの12月31日の動画を撮ったんですよ。言っちゃうんですね。もうね、もう年末モードに入ってます僕たちは、っていう感じで。乾杯。お疲れ様です。3本動画撮ってたんですよね。3本撮りしましたね。まあ年末、今目の前にエロ動画があるんで、ね、人のパソコンでエロ動画検索し始めて、見てみこれ。これはちょっと出せないですね。バンされちゃうんで。はい、という感じでね。早抜きパート2って書いてあります、ね。やめろお前、本当にバンになっちゃう。はい。まあ2020年皆さんどんな1年でしたでしょうか。そうですね、あと2週間。2週間、ちょうど2週間だね。2週間で終わります。うん、という感じで今日のコーディネートコーナー。久しぶりですね。久しぶりだね。昨日やんなくて。今日はですね、酔っ払ってるから危ない。まあ部屋着コーデですかね。部屋着じゃないんですけど、これシュタインの2020年新作のベロアのパンツ。ベロア、これセットアップで上も持ってるんですけど、こういうふうなベルベットの生地でこれだけ丁寧な縫、なんつうの、縫製ができるのはすごいと思う。ああ、縫製されてるんですね。見えないですもん。こういうのってめっちゃ柔らかいのよ。はいはいはい。だからその変な縫製工場とかだと詰まっちゃう。ああ、キュッて中に入っちゃったり、とか、そもそも縫えなかったりとかするんだけど、こんなテロテロのものですごい。下野さん、さすがのブランドですね。トップスはあの来週動画になるギャップのアイテムです。これめっちゃいいですよね。うん、これ超いい、うん。これめちゃくちゃいいよ。ゆるさがにじみ出てます。それ何？俺のゆるさが。え、そうですね、叫んだよ。いやいや、キャラの良さが。そうですね、まあ、襟もすごく開いてて使いやすいアイテムになってます。ぜひ動画になってるんで見てください。はい、っていう感じで何かありますか。なんか、いや、まあ、なんか結構さっき振り返ってたんですけど、うん、1年間を。そうだね、まあ、楽しくもあり、1年ここまでやったんだなってちょっとしみじみしてます。どうですか。どういうこと。しみじみしませんでした。あ、1年を、1年を振り返ってるってこと。まあなんか大変だったよね。そうですね、一言で言うと。まあ全然来年もサブチャンネルがいつまで続くかだね。サブチャンはそうですね。これはいつまで続くか分かんないですね。まあ結構ゆるくやらせていただいてるんで、すごく一番楽しいんじゃないかって思ってるんですよ僕たちは。うん、確かにこんなサブチャン上げてる人はなかなか見ないですもんね。本当宮永エイトさんぐらいだと思うんで、うん、宮永さんの動画とさ、あと藤原ライフさんも緩いんよ。あ、そうなんですね。宮永さん、藤原さん、高広、川島が並ぶとダメ。YouTube 的によくないダメだよ。なんかムーミンくらい緩い。本当ムーミン何なんじゃないのっていう。のほほんとした、のほほんとした動画が。で、あとあれだ、17日までキャップ、あの受注受け付けてるんで、持ち方、持ち方すごい。これマネージャーのやつなんであれなんですけど、あのこれは僕の私物です。何も落ちない。あのフケとかすごいんでちょっと投入しますね。朝しなしてきた。もうなんか虫とかすごいんですよ。ムカデかなこれ。ダニか。僕の頭はダニとムカデのついてるキャップなんですけど、まあこれね、本当はかっこいいものなんで、よかったらいや、これもかっこいいです。でも相当な数を出してもらったよね。そうですね、結構梱包に震えてます。梱包っていうか、その刺繍の工場があるじゃん、はい、がその、なんて100、まあ、なんか詳しい数は言わないんですけど、150年くらい行ってて、在庫がねえって言われて、920のそう、在庫がないって言われてこれ以上用意できませんと。だから受注なんですけど、当て勘で僕たちはこんくらいいくと思いますんで、在庫の確保を海外からお願いしますって言わないといけなくなっちゃって、なもしそれよりも超えちゃったら、多分なんかそこら辺のなんか紫スポーツとかで僕プロパーで買ってきて刺繍してお送りしますんで、全員皆さんに届くように、そう、全員必ず皆さんに届くように、その期間内に届くように頑張るので、お楽しみ、ぜひ皆さんお待ちください、お願いしますっていう感じで、今日のマネージャーの歌に乗せて最後もうやったんでやめましょう。これダメ、これダメ、もう今喉枯れちゃったっすもん、歌いすぎてってな感じで、
もう寝ましょうか。いい時間なんで。あと40分くらい行けるようだわ。サブちゃんまで。まあ、本当に、チンカありがとうございました。マネージャーの、たまたま。じゃあ、今年一番のエピソード。エピソード。まあ、この会社入っ、うん、一番は、普通にこの会社入って、YouTube をやるなんて思ってなかったんで。まあそうだよね。俺も思ってなかった。僕はもともと、その今、料理の写真とかを習い、なんか修行みたいな感じで入ってたんで、不思議だなって今日改めて思ったってぐらいですかね。まあ振り返ってたもんね、今日1年。僕ちょっと涙ちょちょ切れそうになってました。僕はやっぱ1年の思い出っていうと、そのマネージャーにフォーカスした1年だと、やっぱ口が臭い。バイバイ。